おはようございます。今週は土曜日が試合になりますね。で今朝の9時なんですけど、試合は夜夕方の5時からです。ただちょっと今日はアウェーで遠いので、今からセゴビアに行って、バスでそこからまた2時間ぐらいかかるのかな。だから今日は片道3時間ぐらいの移動になります。今節で2節目、前回は 0-3 で負けです。スタメンで出ましたけど、60分で交代しました。確かにコロナの影響もありましたけど、ほぼ、戻ってきてるんじゃないかなとは思います。ちょっと肺のなんかスプリントかけるとうんって思うけど、まあ、そこも気合で行くしかないかな。今日のグラウンドは人工芝です。木曜日の練習で、サテライトの方に多分入ってたんだけど、まあ、実際の試合はまだねスタメンも発表されてないし、車で監督からどういう話を聞くのかも分かんないから、まだ分かんないけど、100% 以上の力が出せるようにいい準備は、ね、して今できることをしっかりしたいなと思います。まあ昨日忙しかったですけど、そこは言い訳にしないんで、まあでも結構コンディションの方は、まあ、オフはオフだけどアクティブレストできたのでいいんじゃないかなと思います。まあしっかりと求められること、しっかりと守備のところ、ボールを奪う、ボールをダッシュするっていうところを意識しながらプレーしなきゃしたいですし、まあそこから攻撃にどんどんつなげていく。まあ今日自分的に求めることは積極性です。少なからず前回の試合では何杯にプレーしすぎたっていうのもあります。積極的にチャレンジするというよりは自分のできることをやってしまった、まあ、無難な試合になっちゃったかなと、無難なパフォーマンスになっちゃったかなと思ってますし、もちろんね無難にこなしていくことは大切なんですけど、その中でしっかりとまず自分の色を出す、プレテンポラーダーを思い出しながら、もっと必死にやってたし、必死にやれば、結果は出てくるし、自分としてもね、持ってるポテンシャルが 100% 出るので、それが毎回出せて初めてね上に行ける話だから、もう一回思い出しながら、自分のプレーを 100% 出せるようにしていきたい。で自分の強みは何なのかもう一回確認して、アグレッシブに走って、アグレッシブにプレーして、積極的にね、プレーして攻守においてねやっていきたいと思います。まあ、そんな感じで、今日の一言日記になります。まあ、なんとかね勝ち点3も取って、またこの動画撮れるようにしたいなと思います。そんな感じで終わりたいと思います。ではまた頑張ります。